ご苦労様です。本日臨時国会が閉会をいたしました。終盤に、いろいろいろんな懸案もございましたが、この改めて閉会にあたりまして、今後罪の子をせざるを得なかった誠に残念な思いでありますが、各重要法案について閉会中にしっかりと野党の皆さんと協議を行って、さらに国政の諸課題を前進をさせていきたい。さらには来年度の予算編成もございます。そういったこともしっかり視野に入れて、また年末に向けて全力で、国会は閉会をいたしましたけれども、全力で取り組んでまいりたいと思っております。以上であります。